あどうもこんばんはえー、っとですね <laughs> まあこの世の中のロマンに溢れているといいますか、えーまあ、私ねあのもともと今は都内に住んでるんですけれどももともとはね田舎出身、まあ、海育ちなんですよね。えー なもんでまあまあ小さい頃からね、えー、小学校とか学校帰りにみんなでね海釣りに行ったりとかっていうのをまあよくやっててですねでまあ高校生とかの時はハマチの養殖のね餌やりとかねそういうアルバイトなんかも、えー、やってきたりとかしてるんですけれども、まあ、今養殖がですね す、えー、すごいんですよねやっぱり海に関わる仕事とか魚とかね貝とかねそういうものに、えー、触れられる仕事への憧れみたいなものが、ま、ずっとあるんですけれども、まあ、今養殖のレベルがですね、えーまあ、当時とはもう変わってきてまして、えーまあ、今 <coughs>、まあ、後でリンク紹介しておきますけども。 この間見たのがですね、えー、当たらないカキの、えー、養殖に成功したというような、えー、まあ細かい話はまあ置いとくとして、えー、<coughs> でそれを見ているとまあ、関連動画でもう今なんていうんですかねまあ、例えば畑でエビを養殖するとか、えー、まあサーモン とかねえー、まあ高級なやつから行くんでしょうけどね、えー、九州とかだったらクエとかね、えー、あと何があったかな、えー、サバとかもありましたねえー、とねまあ近代マグロ有名なんですけど、まあ、それ以外にも今本当にそうやっていろんなものが養殖になができるようになってきているというところですよねで養殖っていうとそのなんていうんですかね ただ物によってはですねこれカキみたいに当たらないカキ養殖だからこそできるっていうね、うんえー、まああと最近で言うとアノニマスアノニマスじゃないなアニキサスアニキサスとかの問題もあるから、えーまあ、例えばそういう問題からフリーになれるというか。 とうん、まあこれ以上ねこうそういうのが広がるようだと逆にもしかしたらそういう寄生虫が発生しない、えー、ように育成するとかし、えー、もしそういうのができるのであれば、えー、もしかしたらそういうものによってはね、えー、天然物と、えー、養殖の、えー、価値が逆転する。 場合によってはというかものによってはというかね、えー、そういうこともあ起こり得るのかなというようなね、えー、ことも考えられてうんまあちょっとロマンというのか何ていうかちょっとあのー、価値の転換みたいなものもこれから起こるんじゃないかという、えー、ようなことで、えー、楽しそうだなというふうにとにかく羨ましいっていうかね。えー、でまあ、あのー もう一つはですねあのまあ通常養殖というとやっぱり海のね大きな生けすみたいなところでっていうようなねイメージだと思うんですけど、えー、今はね例えば休耕地とか畑がね休耕地になってる場合が多いんですけどそこをそのビニールハウスの中でエビを育てていたり、えー、島根県だったかな,なんか廃校も使わなくなった学校 を改装したり、えー、でそこで魚育てるとかねあと団地こういうものをあの、えー、老朽化した団地を養殖に変えていくとかね、えー、まあ、そういった取り組みもそこら中であのもう今始まってるようで、えー、まあそうなんだろうないろいろ面白いんですよね。あの 一石二鳥三鳥三っていうかね、えー、それをすることによって合わせてそれ以外のことも解消できるっていうような多分野菜も確かもうそういう感じで一部やってるんですよね確かそういう、まあ、大きなこう建物の中で何か育てたりとかね。 えー、これから、ね、人,人口減少でねそうやってね、えー、休耕地とかね空き家とかね、えーまあ、大きな団地がとかね、えー、そういうの、うん、かける養殖みたいなことでね、えー、それによってねまああの何、ー、ていうんですかね、えー、経済が活性化するとかね、えー 有効活用して、えー、お金が生まれるとか、うんね、それで税収が上がったりとかね、えーまあ、いろんなね、えー、ことが起こりえるっていうことでね、えー、これはちょっとその面白いので僕自分ちょっとね野菜とかでちょっとあんまり触るの苦手っていうかね自分で育てて、えー、枝豆とかは食べれるんですけどちょっとねあんまり大きくな,なりすぎたキュウリとかね ちょっと正直苦手ななんですよねなんか子供みたいですけれども、えー、だからちょっとあんまり野菜への憧れみたいまああんまりないんですけれども、えー、ただまあとにかの野菜は美味しいというのはもちろん、えー、まあまあ知ってはいるんですけれども、えー、自分で育てるのを食べるのがちょっと野菜に関しては正直ちょっと気持ち悪い部分もあるんですけど魚とかはいいなという憧れ,憧れがあるんですよね。 えー、まあとりあえず、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、まあ、とりあえずそんな話もあるよっていうことで、えー、詳しくはそれぞれいくつかリンクを貼って、えー、おきたいと思いますので、えー、まあねこういうね、えー、養殖業っていうのもこれから盛んになるとね、えー、自分ばかかったらねこういうの仕事したかったなっていうのがあるのでね、えー、今ね仕事してない探してる人なんかもこういうのちょっと探してみても。 いいんじゃないでしょうか。ということで今日は終わりたいと思います。す,すいませんでした。